で、レールの方はですね、普通のあのフェライト磁石です。できますので、もしよろしければ一度あの下から覗いてみてください。真横から見ていただくとあのよくわかると思います。浮いてるんですよ、あのちゃんと2、3ミリね。それでも脱線しない。はい、すみません、ちょっと液体窒素入れてしまいます。今入れているのは液体窒素といいまして、マイナス196度の液体です。これで冷やしてあげて初めて超伝導という性質が生まれてきます。模型ですね、レールの方が磁石、永久磁石でできて、あの一周回っております。で、列車の方はですね、発泡スチロール、この底にですね、黒い石がついてます。これが超伝導、磁石、超伝導体と呼ばれるものです。で、これはですね、あの冷やさないと何も起こらないんですけど、液体窒素、マイナス196度の液体窒素でこう冷やしてあげるわけですね。今穴開いてまして、この黒い超伝導磁石が今冷えてます。で、冷えると磁石の力が生まれます。初めて。そうしますと下のレールとこの超伝導磁石の、反発力が働きまして、こういうふうに浮かすことができます。あとは指でちょんと押してあげる指エネルギーで慣性でずっと走ることができます。これが超伝導磁気浮上列車です。軽い力で押してあげるだけで、こうやって摩擦がないので、原理的には永久に回り続けます。はい、どうして脱線しないのかなっていうのは不思議だと思いますね。はい、これはね、超伝導にしかできない現象なんですよ。初めてのご覧の方はね、しゃがんでこのレールのとこ見ていただくと本当に浮いてるのが分かると思いますので、一度ご覧いただければ楽しいかと思います。ちょっと浮いてますよね、3ミリぐらい。止まってても浮いてます。超伝導体しかない効果です。ですが、もう一回浮きましたらこれを引き剥がそうとしても離れないんです。つまり、吸引力、吸い付ける力も働いてます、同時に。ですから反発する力と吸引する力両方が作用してますので、カーブのところでも曲がることができます。これは普通の永久磁石ではこういうことはできなくて、超伝導磁石だからできる性質なんです。あ、そうだ、あ、浮いてる、浮いてる、1ミリ以上浮いてるから2ミリぐらい、はい、2、3ミリ。これ浮いて走ってるんです。え、浮いて走ってます。ちょっとしゃがんでね、横から見ていただくと浮いてるのが分かると思います。浮いてますか？はい。いやー、だめだ。ああ。